brought to you by カエモンあの日本人男性<ー>いや日本人男性だけじゃないかもしれないけど、はい、あのポルノって<ー>いわゆる AV って<ー>世界で見られている六割が実は日本で作られていることご存知ですか六割も日本なんですかはいへえ<ー>。そのお膝元にいてましてや男性のユーザーさんに作られているアダルトビデオを通ってない男性の方がまあほとんどいないほうほう とすると、そこで発信されている情報っていうのが、男性のセックスのデフォルトになってることがよくあるので、ええ、でもそれは女性にとってやっぱり望ましいセックスではないんですよ。はいはい。なの基本的にね、男性側が作っているみたいな。そうですそうです。はい、でも、擦り込みなので、ある意味。マインドコントロール。そう,そうです。<laughs> <laughs> なので、痛くない大丈夫 っていうのはもうあの口が酸っぱくなるぐらい言ってもらっても、はい、女性は受け入れてくれると思います。で今でもちょっと驚きましたけど、ななんで六割が日本で作られてるんですか。なんでいやー AV 大国だから。あそれなななぜでしょう。あのこれはあくまで私の、はい、個人の考えなんです見解、はい、なんですけど、OK、ですあの日本人って 職人気質なところすごく強いじゃないですか、はい、それが AV の世界でも起こっているとは思いますどういういことなんですかあの,他の国では真似できないようなコンテンツがあったりとか真似できないコンテンツですか。 僕も全く a ビとか詳しくないので。ごめんなさい。どういうコンテンツどういう違いがあるんですか空中40メートルのところでファックするとか。そんなの日本でやってるんですかあったんです、あったんです。20年前に。あったんです。あとはスケートリンク使うとか、バカじゃないのって思うじゃないですか。でもあるんです。それをエンターテインメントとして、こう面白おかしく見られるっていうのはまた日本人の特性かもしれないですよね。 え、海外ではそういうとぼけたのはないわけですかね。そこまでやれてないんじゃないかな。<ー>うん、突き詰めるというところでは、やっぱり日本人の職人気質っていうのは。すごく生かされて、生かされてる。<laughs> <laughs> え、小室さんが撮った作品の中で、そんなのもあったりとかしたんですか。え、私、空中はないです。<laughs> 空,です空中はないけど、え。 私のの時代そんんななに激しいものはなかったんですよ、ええ、私が引退をしてから、ええ、そうですね2000年に入ってたぐらいからこういろんなことを取り組むようになったんですよね<う> <laughs> いいのか悪いのか置いといたとしてもそこからいろいろなバリエーションが出てきた <laughs> そうですそうですへえ <laughs> そうなんですかうん。 なんでそれをこう実際にやってみたいと思う男性もゼロではないんですよね、はい、ええーうん、なるほどね、うん、どうでしょうか <laughs> <laughs> どうなんでしょう来てるこれは50代の女性からの、えー、メールなんですけど はい、元旦那とはセックスレスレでした結婚前付き合ってた頃は感じなかったんですが、えー、母性本能からなのでしょうか妊娠した頃から彼の匂いが受け付けなくなり、えー、出産後は特に指一本触れられるのも嫌でした、えー、特に体臭がきつい人ではなかったんですけどその臭いと、えー、存在に 嫌王感を、えー、抱き一緒に暮らしているのが、えー、辛かったです。出産後再び生理が始まり体も元に戻った頃にセックスを、えー、せがまれ何度かしましたけど、えー、抱かれたくなかったので抱かれたくなかったので、えー 私から動く気になれず早く終わってくれと願い天井を見上げマグロ状態でしたと、はい、付き合っていた頃この人にオーガザムを、えー、教えてもらいセックスって最高だわと思ったのにもともと酒飲みだったので飲んだ時のアルコールを含んだ体臭や飲むと、えー、絡んできたりしゅらんで、えー、暴言を吐いたり物を壊したり。 たちの悪い飲み方をしていて育児にもあまり、えー、協力的ではなかったと、うん、常に自分が優先なえ優先な人だったので自分優先、ね、ああ自分優先な人だったので彼に対して愛情全てがなくなったのも 原因とかとか思いますけど離婚後2人の既、えー、婚者にセックスしたとしたいと言われそれぞれ2回ほどしましたが既婚者がゆ,ゆえ愛を感じられないのと奥様の影を感じ気持ちは悪くなり、えー、会うのをやめましたというふうに。 その既婚者たちがセックスをせがんできたのはただ単にセックスがしたいのと奥様とセックスレスだったのかもしれないですよね。うん、今はバツイチ男性とお付き合いしてその方の大衆全てが。 心地よく今のところ、えー、お互いいい性欲もも強いののとと愛情のあるセックスにとてて満足しています男性は、えー、性欲処理だけの愛のないセックスで満たされるのかもしれませんが女性は相手の体臭を感じ取り、えー、愛情でセックスが満たされると思うのでそれを感じないと夫婦でもセックスレスになるのかと思いますいうう、はい、こういうメールをいただいておりますが。 さっきお話ししたことがまさに該当され、ね、該当しそうですよねやっぱりホルモンがうんかなりね影響が切られてたんじゃないですかね。だ、うん、ということなんですけど、まあ、今は、えー、今はねバツイチの方と付き合っているということなんですけど、うん、素敵なセックスライフを50代の女性送られている。うん でででも払拭できてよかったですよ、ね、そのお子様が生まれた時のセックス嫌だっていう思いをずっと引きずられてなくて生産できててかっったなってまあでもこういう人たちは多分多いと思うんですけど、うん、結局あの、まあ、結婚したまま、はいえー、もうしょうがなくやってるっていうのそうですね。人たちこういう人たちにはあのー、どういうアドバイスをしますかね 仕方なくやってる要,要はこう女,女性がこの女性の方が結局もうせがまれて、うん、天井を見上げまぐる状態でしたみたいなそういう人たちに対してはあのー、どうアドバイスいやノーと言える勇気を持つことも非常に大事なことかなって思うんですけど、はい、ただただノーと言うだけでは今度男性が誘いづらくなるので。 そこはやっぱ話し合いなんですけど話し合う時にじゃあ男性が傷つかなくて済む話し方っていうのもあるんですよ。はい、で男性も女性を傷つけなくて済む話し方っていうのもあるんです。はい、これを先に知っておいて、ええ、じゃあ話し合いましょうって話し合いのテーブルにつかないと、はい、結局ノーというだけで相手を傷つけ合うだけで終わるので。はいうん まあそういうコミュニケーションの取り方が分かんない場合にはで小室さん的にはなんか2人一緒にこうトークセッションみたいなのをしたりするんですか本当は、ね、それが一番ベターなんですけど、ええ、今まで私のところにご夫婦で来られた方は一組だけです。ああそうなんですか。はい、えー、それはなぜでしょうお互いいいいにに悩んでいることとを知られたたくくなな一緒話しそうですね。<laughs> <laughs> ええ はい、まあよくねアメリカのドラマとか映画とかだとねあの、うん、マレージカウンセリングってこう3人でこう会話したりとか、うん、よく出てますけど日本ではなかなかそういうことはないっていう。ないですね。 もう事実じゃないですか、ええ、であればご結婚される時にそのことも一緒に話し合っておくっていう文化をここから作っていかなきゃいけないと思うんですよ。はい、プレマリリルカウンセリンセグっていう言葉がありまして、ええ、例えば子供の育て方、はい、お金の使い方時間の使い方って結婚してから知ることっていっぱいあるじゃないですか。はいはい、これを事前にテーブルの上に一回出しておきましょうよっていうカウンセリングなんですけど。はい こここに性生活のことも含まれてるんですは,は,はい例えば週何回が希望ですかとか、えー、もしそういうのが叶わなくなった場合テーブルにつけますかとか<ー>それをやっぱ事前に一回テーブルの上に出すっていう作業は、はい、これからパートナーシップを組まれる方にはぜひ取り組んでもらいたいなって思います。なるほどね、うん、確かにそう言われれば <laughs> そうしとけばよかったみたいなことも思いますけどね <laughs> そこの,そのセクシュアルだけに特化をしたサービスをこれから展開していこうと思ってますなるほど、うん、<ー>えじゃあ例えばですよ、はい、週何結婚する前にじゃあ週3回したいですってお互い出したとするじゃないですか 2>,、はい、2年後3年後同じく週3回したいかって言ったらちょっと違ってると思いません違ってきますよねですよね、はい ええはい、なので「週何回したいですか?」っていうプレマリタルカウンセリングは専門家からするとちょっと的外れな質問なんですよ。あなのでここは専門家ならではのセクシュアルプレマリタルカウンセリングをお任せいただきたいなと思います。あなるほど。はい、えー、それはえーはい、なかなかでも結婚する前ですよね。 なかなかそ、それをこうね、若い人たちが考えるのかなっていう。うん、あの、なので、今私が協業している、ご一緒でに授業させていただいているのが、結婚、ええ。はい 相談所さんなんなです、はい、結婚相談所でこれから夫婦になるよっていう方たちを対象にして、はい、このプレマリタルカウンセリングセセクシルルプレマリリタルカウンセリングを展開していきます、はい。はい、まあ元々だからじゃあ結婚しようと思ってる人たちカップルとかそ,それの存在すら分かんない知らないでしょうねそういうカウンセリングがあるんだよっていうのをうで、ね、はい。なので婚活 をこうサポートしているナコードさんたちと一緒に、はい、そういうのを事前にやっていきましょうという取り組みをしています、はあ、なるほど、えー、将来的にはどういう方向に小室さんは進みたいわけです、はい、将来的にはやっぱりセクシュアルなことをもっと、えー、あのフラットに話せる社会になったらいいなと思って活動していってますねはい 今のセクシュアルプレマリタルカウンセリングもそうなんですけど、えー、あのー、本当セクシュアルとかセックスっていう言葉自体がタブー視されてるじゃないですか、うん、まだ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 そうですね、うん、それは社会的に大っぴらに言うことではないけれどもパートナーシップ間ではオープンであっていいと思うんですはい、はい、なので、えー、大切な人を傷つけないための性の知識を 得られる社会にしたいなと思います、はい、なるほど、はい、ちなみに今もうどん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 ネット上ネットが広がったりとかしてまあ,あの小室さんの時代とはまた違う時代だから DVD とかももう購入するとかそういう時代じゃないですねなくなってきたんですけどまあ元その女優として今後どうなっていくか。 これはなんかいい方向に向かってんのか。うんうん、個人的にはどう、どう思います。個人的には。あまりいい方向には向かってないですね。正直なところ。おう,うん。それはどういうところ。なぜ。あの、聞かれたことあるかもしれないんですけれども。ええ、A. V. 出演教養問題っていう。わかんないです。あ、あ、あの。 AV に出たくなかったのに無理やり出させられてしまったっていうので、はい、結構な数裁判になってるんですねそうなんですかうん。それとまあ、私も実は当事者なんですけど、はい、過去の作品が永久に残り続けてしまうっていう問題<ー>これはインターネットがなかった頃には忘れられていったんですよそれこそ DVD とか、えー、VHS とか まあもう捨てられちゃったりとかね v h s のテープは古くなっちゃったりとかそういうことですかそ,<う>ああそれが,それがまたそうですインターネットになったことで<え>アーカイブ永久にアーカイブされていくじゃないですか。はいはい、とすると<え>私も永久に自分の作品がインターネット上に残り続けてしまうというデジタルタルトゥー問題が起こってるんです結局それでまあプラスアルファの収入なんて入るわけじゃないし。 円勝手にタダで遊べるっていうそうですそうですうそれはねおかしいなと思います <laughs>、はい、なるほど、うん、あそういう問題も最近出てきてるとそうですねここに対してはちょっと声を上げていこうと思ってますちゃんとこの契約として今後もインターネット上に自分の作品を課金で残すのであれば再契約が必要だなと思ってますなるほどねはい、はい オンラインサロンを行っているそうですけどはい2月の23日に女性向けのオンラインサロンを開設したんです、はい、はい、ここではもちろんお悩み相談もそうなんですけれども、はい、大人の教養としてのセックスの知識をつけていただける <A> そんな座学の配信もしております<ー>初月無料なんでお試しでトライアルで入っていただくことも可能です、はい、なるほどはい、わかりました 今だいたいどのぐらいの人たちカウンセリング受けてるんですか?月。月月とか月。でいうと、十名から十五名ぐらいですね。なるほど。はい。<う>なんでお電話で気軽にご相談いただければと思います。はい。はい。わかりました。何パーセントが女性なんですか?。私ね、男性の方が多いんです。ああ、そうなんですか?。はい。多分ね、話しやすいんだと思いますよ。<ー>うん。な,なるほど。ね、なかなか男性で、こういう恥ずかしい話を。 するのって勇気いるじゃないですか。<laughs> まあ電話だとね顔見なくて済むから結構できるんじゃないでしょうか。うんうん、そ、ね、うなんですね。もともとセクシー女優をやっていたという経験がおそらく話すハードルを避けてくれてるんだと思います。はい、なるほどまあ確かにそれもありますよね。